るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。さなちゃん見てる、くるぶしです。チョコラです。早いな、今日は早いなということで、今日は、新年一発目の、くるちょもチャンネルということで、新年明けましておめでとうございます。2019年、5月1日、令和の日からですね、始まったくるちょもチャンネルも、2019年を、無事に終えることができまして、2020年を迎えましたけれども、いや、本当あっという間でしたね、なんか。なんかいろんな動画撮ってきましたけど、本当に、なんかもう、僕の感覚的には結構、ちょもと、なんかこう、遊んでるっていう感覚で、それが動画になってるという感覚で、続けてきた、くるちょもチャンネルですけれども、本当に、いつも、皆さんの支えがあったからこそ、続けてられますんでね、本当にありがとうございます。じゃあ、ちょっとから、去年のお礼を一言じゃあ。2019年は、和風パスタが美味しいと感じるようになった一年でした。少し大人の階段を登れた気がします。これも一重に皆様のおかげです。ありがとうございます。わかるわかる。俺もそう思うもん。マジで。なんか結構やっぱりね、フィーリングがすごい合うよね。意外とね。本当に、ももさんの、カバー動画から、いろんな動画を上げてきて、まあ時にはエロく、時には手ばく。これから、どうなるんだろうっていうのをね、想像したときに、やっぱり、これからもそんな、ちょっと危ないことを、危ないことっていうか、なんか、まあみんなが、おっ、楽しいぞこれはって思ってくれるようにね、動画をたくさん撮っていきたいなと、今年も変わらず、で、そしてできればね、ちょっとね、まずは、登録者1000人、を迎えて、また、新たな、向こう側に、行きたいなと思います。頼む。今年の抱負としては、僕は、まずは1000人、行って、また、もっといい。面白いものを撮る、っていうことですね。で、ともちゃん、今年の抱負をお願いします。杏仁豆腐が好きです。京都に遊びに行くときは、だいたい湯豆腐はちゃんと食べるようにしてるんですけれども、と好きな豆腐っていうと、豆腐かわかりませんが厚揚げも好きです。厚揚げは普通に焼いてポン酢で。なるほどね。すごく僕も同じ考えだし、やっぱちょっと組んでて本当に良かったなと思います。くるちょもチャンネルは、今年も爆心しますんで、何とぞ、ぜひ、高評価など、登録などお願いします。今日はですね、くるちょもチャンネル年始の、ご挨拶の動画でした。ありがとうございます。バイバイ。占い始めました。道だけ回して。